ティツィアーノ・ベチェッリオ、ティツィアーノ・ベチェッリオ、1488年、1490年頃から1576年8月27日は、世紀ルネサンスのイタリア人画家、ベネツィア派で最も重要な画家の一人である。ベネツィア共和国、ベッルーの近郊のピエーベ・ディ・カドーレに生まれ、その生誕地から、ダ・カドーレと呼ばれることもあった。ティツィアーノは、同時代の人々から、 ダンテアリギエーリの著作、新曲からの引用である、星々を従える太陽と呼ばれていた。肖像、風景、古代神話、宗教など、あらゆる絵画分野に引いで、ベネツィア派で最も重要なイタリア人画家の一人となっている。キツヤーノの絵画技法は、筆使いと色彩感覚に特徴があり、イタリアルネサンスの芸術家だけではなく、 次世代以降の西洋絵画にも大きな影響を与えた。ティツィアーノは、長命な画家で、その作風は、年代とともに大きく変化しているが、その生涯を通じて、独特の色彩感覚は変わることがなかった。演熟期のティツィアーノの絵画は、色鮮やかとは言えないものもあるが、初期の作品の色調は明るく、奔放な筆遣いと繊細で多様な色遣いは、それまでの西洋絵画に、 前例のない革新的なものだった。キツィアーノの正確な生年月日は伝わっていない。同郷の頃にスペイン王フェリペ2世に宛てた書簡には1474年生まれという記述があるが、これはまずありえない。同時大臣の他の記録には、風貌からは1473年から1482年生まれに見えるというものもある。しかしながら、 現代では1490年前後だと考える研究者が多く、メトロポリタン美術館やゲッティリサーチインスティチュートでは1488年頃としている。ピッティツィアーノはピエーベリカドーレ城の管理者で地方鉱山の責任者でもあったグレゴリオ・ベチェッリオと妻、ルチアの長男として生まれた。父グレゴリオは著名な評議員で軍人でもあった。祖父は交渉人で、 ベネツィア共和国統地下のこの地方では、名家の家系だった。十歳から十二歳くらいの時に、ティチアーノと弟のフランチェスコは、画家のうちで死になるために、ベネツィアのおじのもとへと送られた。そして、一家の友人で、息子が知られたモザイク作家になったこと以外さほど、知られていない画家のセバスチアーノ・ツッカートが、二人の兄弟のためにジョバンニ・ニベリーニのもとで修行できよう。 礼拝している。当時のベリーには、ベネツィア有数の画家だった。ティツアーノは、このベネツィアで、ジョバンニ・パルマ、ロレンツォ・オロット、セバスティアーノ・デル・ピオンボ、そして、ジョルジョーネラ年齢の近い芸術家たちと出会うことになる。弟のフランチェスコも後に、ベネツィアで成功した画家になった。ベネツィア貴族、モロシーニ系、邸宅のヘラクレスを描いたフレスコが、シベリーニ・風の、 ジプシーの聖母が、キツヤーノの初期の作品とされているほか、エス・アンドレア女子修道院由来で、アカデミア美術館所蔵の聖母マリアと聖エリザベトの訪問もこの頃に描かれた、キツヤーノの作品だとされている。キツヤーノは、ジョルジョーネの助手を務めているが、すでに当時のキツヤーノの作品に対する評価は高い、ものだった。ジョルジョーネと共同で制作したフォンダコ、デーテデスキ。 ドツ商人館は長きにわたってジョルジョーネの作品だとされてきた。若きジョルジョーネとティツヤーノはベネツヤ絵画を革新した。その特徴的で柔軟な表現技法には、それまでの絵画にあった硬直した表現やベリーニの作品に参見されるような宗教的印習の残死は見られない。1507年から1508年にかけてジョルジョーネは再建されたホンダコ。 デーテデスキのフレスコ画製作を依頼された。キツィアーノとモルトナ・フェルトレによる版画としてではあるが、二人の作品で現存しているものもある。1510年にジョルジョーネが溶接した後も、キツィアーノはジョルジョーネ風の作品を描いてはいるが、すでに大胆で表現力豊かな独自の作風を確立してた。フレスコ画におけるキツィアーノの絵画技術は、 1511年に描かれたパドバのカルメル会修道院とサンタントニオ神社会に残る金門での出会いやパドバの守護聖人アントニオの生涯の三名を題材にした作品などで見ることができる。1512年にキツヤーノはパドバからベネツヤに戻ってからエッサムエレのカナルグランデに工房を構えているが現在その正確な場所は伝わっていない。 1513年には、前途有望あるいはすでに巧妙を成し遂げた、芸術家が熱望するサンセリアと呼ばれる、千倍中海特権を、ホンダコ、デーテレスキから得た。さらに、国家規模の絵画制作の最高責任者に任ぜられて、ベリーニが未完成のまま残した、ドゥカーレ宮殿大義街道の絵画を完成させている。ベリーニが死去した1516年以前から、 千枚仲介特権から収入が上がるようになり、銀貨20枚という十分な年金を受け取るようになった。さらに、ドゥカーレ宮殿の絵画制作を継続するという条件で一部租税を免除され、作品を仕上げるごとに、銀貨8枚で買い上げられた。ドゥカーレ宮殿のために描かれた絵画で、現存しているのは5点のみである。1516年から1530年にかけての、 この時期は、キツヤーノが、初期の頃のジョルジョーネ風作品から、より大規模で複雑な構成の作品を、それまでにない作風で描こうと試みた、技能熟練と熟成の時代と言われる。ジョルジョーネは1510年に、ベリーには1516年に死去し、ベネツヤ派にはすでにキツヤーノに被験するかかわいなくなり、その後60年間にわたって誰もが認める、ベネツヤ絵画の 大一人者であり続けた。1516年に、サンタマリア・グロリオザ・デイ・フラーリ聖堂の依頼で、現在、キチアーノの代表作とも言われる、祭壇が、聖母秘翔天を描き始めた。非凡な色彩感覚に彩られた、この絵画は、それまでのイタリア絵画でも稀なほど大規模な作品で、大評判となった。当時のシニョリアの記録には、キチアーノが描いたカレ宮殿内議会の、 装飾絵画の支払いは放置されていたが、ベリーニの死後1516年になってから、それまでベリーニに支払われていた年金を議会から受け取るようになったという記述がある。聖母秘正典は三階層の構図で、世俗の地上と神聖な展開という二つの異なる場面が同時に表現されている。この作品は連作であり、現在は地間美術館が所蔵する暗号なの。 三度目に開催男性昭が、1520年、ブレシアの祭壇祭壇が1522年、サンニッコロの祭壇祭壇が1523年が次々と描かれた。時代を下るに従ってより大きく、そして完成度が高くなっていき、1519年から1526年までかかって完成したフラーリ聖堂の祭壇が、正解はとペーザロケの寄進者たちで、 ルネサンス古典様式の一つの頂点を迎える。この絵画は、キツィアーノの作品の中で、最も計算され尽くした絵画と言われ、独自の創造力と作風に満ちた傑作とされている。キツヤーノは、寄進者たちと聖人たちという、伝統的モチーフを、空想的な建物空間に表現し、それぞれのキリスト教的地位を、建物の上下の位置で表すという、 新しい構想でこの作品を描いている。当時のキツヤーノの名声は非常に高く、1521年にはブレシアでローマ教皇特使からの依頼で、現在でも多くの模写が残っている聖、セバスティアヌスを被写した絵画の制作に追われていた。この時代の1530年に描かれたサンティジョバンニエ・パオロ教会が所蔵していた聖ペテロの殉教も、 非常に重要な絵画だったが、1867年にオーストリア軍から砲撃を受け消失して知っている。この作品は模写と版画が残されているのみで、極端なまでの暴力描写と風景画が描かれ、画面の大部分を占める巨大な樹木と物語性を強調する劇的表現から、この絵画はバロック様式の方がと考えられている。ティチアーノには、 聖母マリアあるいは聖母子を扱った小作品を集中的に描いた時期があった。美しい風景に囲まれた人物画で風俗があるいは詩的な肖像画風に描かれており、現在ルーブル美術館が所蔵するウサギの聖母が典型的な作品である。他にもルーブル美術館には1520年に描かれたキリストの埋葬がある。 この時代のティツヤーノには神話をモチーフにした3点の大作がある。フェラーラ公爵、アルフォンソデステのフェラーラにあったアルフォンソ帝の書斎、カメリーノ・ダラバストローのために描かれた作品群で、現在プラド美術館が所蔵する、ビーナスへの封建、1519年、アンドロス島の人々、1523年から1524年頃、と、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する。 バッカスとアリアドネ、1520年から1523年である。おそらくルネサンス期における、最も美しい、異教徒風の、あるいはアレクサンドリア風の絵画群と言える。幾度となく、手本とされた作品だが、ルーベンスでさえこれらの作品を超えることはできなかったと言われる。他に、高級娼婦を描いたとされるウフシス美術館所像の、フローラ、 1515 15年頃、ルーブル美術館肖像の鏡の前の女、1513年から1515 15年頃、など、上半身の実を描いた、肖像画はこの時代を最後に描かれた作品である。ティツヤーノの妻セシリアは、ティツヤーノの故郷ピエーベディカドーレ出身の理髪師の年、若い娘で、5年にわたって、ジョルジョーニャ家の火星を取り仕切る、内縁関係にあった。 キツヤーノとの間にはすでに、ポンポーニオとオラツヨの二人の息子が生まれていたが、1525年に、セシリアは重病にかかってしまう。キツヤーノは二人の息子を法的に認知するために、セシリアと正式に結婚した。結婚した二人の関係は良好で、セシリアは健康を取り戻し二人の娘を産んだが、ラビニアと名付けられた娘だけが成人した。キツヤーノは、 次男のオラツィオを可愛がり、後に、オラツィオは、ティツィアーノの助手を務めることになる。1530年8月にセシリアは、ラビニア出産時の産直で死去した。二人の幼児と一人の乳児を抱えたティツィアーノは家を、変え、ピエーベディカドーレにいた妹のオルサを説得して、家事を任せるために呼び寄せた。ビリングランデにあった、ティツィアーノの邸宅の正確な場所は判明していないが、 ベネツィア中心部から離れた海沿いの商社な郊外の住宅地で美しい庭園のある村の島が一望できる場所だった。ティツヤアーノは1526年頃に作家、詩人で当時の年代一期にも有力で独創的な人物として紹介されているピエトロ・アレティーノと深い信仰を持った。ティツヤアーノはアレティーノの肖像画を描き、 マントバ公爵フェデリーコニセイ・ゴンザーガへと送っている。五百三十年から五百五十年にかけての時期にティツヤーノは聖ペテロの純教に見られるような劇的で物語性の強い作風を確立した。ベネツヤ共和国政府はドゥカーレ宮殿の絵画制作が父として進まないことに不満を持ち、五百三十八年にそれまでティツヤーノに支払った賃金の返還を 求めている。そして、ティツィアーノの後継として、ティツィアーノの競争相手と見慣れてきたイルポルデノーネが、起乗して敵陣に突撃し、次々に敵を撃破する場面が等身大に描かれた絵画である。この作品はティツィアーノが、ラファエロのコンスタンティンの戦いに刺激を受けて描いた、荒々しく、そうな絵画という意味で非常に重要な作品だった。さらに、どちらも未完成に終わったが、 ミケランジェロのカッシーナの戦いや、レオナルド・ダ・ヴィンチのアンギア・リの戦いもこの作品影響を与えていた、可能性もあった。しかしながら1577年に、ドゥカーレ宮殿は大火に遭い、カドーレの戦いをはじめ、ベネツアの芸術家たちの貴重な絵画はすべて消失して、しまっている。現在、カドーレの戦いは、ウフィチ美術館に粗悪で未完成の模写とフォンタナの、 絵による平凡な版画が残るのみである。1541年に描かれたプラド美術館肖像のデルバスト公爵の演説も災いによって一部損傷している。稼働レの戦いのオリジナルは消失してしまっていたが、後年のボローニャ絵画界とルーベンスに細部の描き分けや馬、兵士、陸トル、湧き立つ群衆、燃える松明、空高く翻える旗印などの表現に、 大きな影響を与えた。サンタマリアデラサルーテ聖堂のペンデンティブに描かれたカインとアベル、遺作の犠牲、ダビデとゴリアテについてはあまり優れた絵画とは言えない。暴力的な場面が描かれたこれらの作品には、ミケランジェロの有名なシスティーナ礼拝堂天井画のような画法からの透視図法が用いられているが、成功しているとは言い難い。それでも、なお、 これらの絵画は高く評価され、手本とされた。ルーベンスは、アントウェルペンのイエズス海教会の天井側に、キツヤーノが、サンタマリアデラサルーテ聖堂で用いた手で十四点の作品を描いているが、現在ではスケッチしか残っていない。この時代にキツヤーノは、ローマを訪れており、横たわるビーナスをモチーフとした連作を描き始めている。ウフィツ美術館所蔵のウルビノのビーナスと、 愛のヴィーナス、プラド美術館肖像のヴィーナスとウルガン奏者とキューピットである。これらの絵画はローマで古代彫刻を見分したティツヤーノがその表現手法やアイデアに影響を受けて制作したものである。ジョルジョーニの作品でティツヤーノが完成させたアルテマイスター絵画館肖像の眠れるヴィーナスで同じく横たわるヴィーナスという構図を 使用しているが、眠れるヴィーナスでは背景に描かれていた風景画が、ウルビーノのヴィーナスでは、暗心色のカーテンに置き換えられ、作品全体の色調の統一が図られている。ピッティツィアーノは、キャリア初期から、現在ピッティ宮殿のパラティーナ美術館が所蔵する1514年頃のラベッタのような優れた肖像画を描いた。君主、元首、枢機卿、修道像、 芸術家、作家など様々な階級の人々を描いた作品が残っている。多くのモデルの特徴をつかみ、その表情を描ききることに成功した画家は他にはいないとも異れる。肖像画家としてのティツヤーノは、後年のレンブラントやベラスケスと比較されることがあり、特に人物の内面描写では、レンブラント、明快さでは、ベラスケスと比較されることが多い。後期の肖像画では、 ナポリの国立カッポディモンテ美術館が所蔵する1543年の教皇パウロ三世の肖像と1546年のパウロ三世とその孫たちパラティーノ美術館が所蔵する1545年のピエト・アレティーノの肖像プラド美術館が所蔵するポルトガル王女エレオ・ノーラの肖像と神聖ローマ皇帝カール五世を描いた連作の一つ1533年の 皇帝カール五世と両県などでティツヤーノ絵画技術を確認でき、そして1548年のカール五世騎馬像に表現された紫色の調和は絵画の頂点を極めた作品といえる。当時からのティツヤーノの専門技量と世界的な名声に被験するのは同年代のラファエロ、ミケランジェロと後年のルーベンスだけである。1540年にバスト公爵ダバロスから邸宅を ローマ皇帝カール5世からは年金として銀貨200枚後に倍増されるをミラノの国庫から受け取っている。経済面では他にも1542年から稼働れからの穀物交納契約によって利潤を得ていたことがわかっている。ティチアーノは故郷の稼働れを毎年のように訪れており、故郷では応用で影響力のある著名人だった。ティチアーノは カステッド・ロガンツォーロ教会の近くにお気に入りの別邸を持っており、ここで風景を描くにあたっての様々な観察を行っている。キチアーノの収作に何度も描かれたキチアーノの引き薄と呼ばれるモチーフをカステッド・ロガンツォーロ近隣のベルーノで今でも見ることができる。キチアーノは1546年にローマを訪れて死の鍵賞を受けており、 これは1537年にミケランジェロが受賞して以来のことだった。同じ頃にセバスティアーノ・デル・ピオンボの死去に伴いゾラ職になっていたローマ教皇の書簡に汚染症を所持する鉛の職という非常に身入りのいい役職を与えられることになった。この役職のために聖職に就く準備も進められていたが1547年にベネツィアを離れてアウクスブルクで ローマ皇帝カール五世たちの肖像画を描くよう命令されたため、この話は無効になっている。千五百五十年にスペインをフェリペ二世を描いた肖像画がイングランドへ送られ、フェリペ二世とイングランド女王メアリー一世との結婚に大きな役割を果たした。ピチアーノは千五百五十年から死去する千五百七十六年までの十六年間、肖像画家として。 フェリッペ二世の下で過ごすことが多かった。年齢とともに、ますます内政的で、止まるところを知らない、完全主義者にり、一枚の作品を仕上げるのに十年、以上かけることもあった。あぐむことなく何度も作品に手を加え、常に、新しい表現を追求した。また、弟子が模写した、ティツヤーの自身の初期の作品に自ら手を加えて、完成させており、このことが後年になって、 絵画の作者の特定や連作の制作順序など諸問題を引き起こすことに繋がいる。さらに弟子だけではなく他の芸術家が制作した模写や贋作も広く出回ってしまっている。フェリペ2世の依頼でキツヤーノは宗教画とポエジアと呼ばれるオイディウスの変身物語に題材を取った一連の古代神話連作絵画を制作した。現在、ポエジアの作品は キツヤーノの最高傑作とされている。神話に固くしたラフが描かれた絵画が多かったこともあり、フェリペ2世からこれらの絵画を相続した子孫は、その多くを贈答品として諸国へ送ったため、現在スペインには、ポエジアは2点しか存在しない。プラド美術館所像の、ヴィーナスとアトニスと、ダナエで、どちらも1553年頃に描かれた作品である。 ロンドンのナショナルギャラリーとスコットランド国立美術館が共同所有するディアナとアクタイオンとディアナとカリストは1559年になしたと考えられている。ロンドンのウォーレスコレクション所像で損傷が激しいペルセウスとアンドロメダ、ボストンのイザベラ・スチュアートガードナー美術館所像のエウロペの略奪は1562年に引き渡された。ただし、 現在ロンドンのナショナルギャラリー小像の悪オ音の死は1559人に制作が開始され、長期にわたって制作が続けられたものの、結局未完に終わった作品である。キツヤーノの死後にアトリエに残されていたと言われる絵画は、近年になるまであまり知られていなかった。生々しい表現で、人によっては受け付けないであろう。絵画が多く、 チェコのクロムニエジーシュ美術館所蔵の川を剥がれるマルシュアス、ケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム美術館所蔵のルクレツヤの領軸などがある。キツヤーノは1555年以前からトリエント公会議に臨席しており、ルーブル美術館に会議風景のスケッチがある。親友だったアレティーノが1555年に突然死去し、他にも知人の建築家、 ヤーコポ・サンソビーノが1570年に死去するなど、その晩年には、友人知人の死が相次いでいる。1565年9月にティツヤィーノは、カドーレを訪れ、弟子と共に、教会の装飾を手掛けた。キリストの変容や、受胎告知などであるが、失敗作であるとみなす者もいる。1560年頃にティツヤーノは、聖母子と共に、 セールカと、聖カタリナが描かれた、聖会話を制作した。この絵画に描かれているカーテンと、セールカは、表現に難があるため、ティツヤーノではなくこの手による、ものではないかという説がある。ティツヤーノは死去する寸前まで、絵画の注文を受け続けた。自身の墓所を、サンタマリア・グロリオザ、デイ・フラーリー・聖堂の礼拝堂と決め、埋葬してもらう返礼として、 ピエタを剣能すると申し出ている。キリストの前に、キツヤーノ自身と息子のオラツィオを描き、その他にシビュラなどを配した構図の絵画で、完成直前まで、キツヤーノ自身で描いたとされているが、意見もある。その後キツヤーノは、死去するまでのほとんどの期間を、故郷のカドーレで過ごした。キツヤーノは1576年8月27日に、ペストにより死去した。 生前の希望通りに、サンタマリア・グロリオザ、デイ・フラーリ聖堂に埋葬され、未完成だった、ピエタは、パルマ・ジョバーネが完成させている。自身の大作、聖母・秘書店のそばに埋葬されているが、後年になって、ベネツヤ、ロンバルド・ベネト王国君主でもあったオーストリア皇帝、フランツ一世が、アントニオ・カノーバに、巨大なモニュメント制作を命じるまで、墓悲鳴はなかった。 ア自身は版画を制作することはなかったが、版画による大量印刷で多くの人の目に触れることが、自身の評価を左右することには大きな関心を持っていた。1517年から1520年頃に、自身の絵画の木版デザインを多く手掛け、ドメニコ・カンパニョーラ、1520年頃から1583年、も1558年から1568年に、 同様の版画を制作した。1975年に発行された2万イタリアリレ、ディラの複数形紙幣の裏面に肖像が採用されていた。近年になって、個人が所蔵していた、キツヤーノの絵画が2点売りに出された。1点は、第7代、サザーランド公フランシス・ロナルド・エジャートン所蔵の、ディアナとアクタイオンで、2009年2月2日に後、レイポンドで、 ロンドンナショナルギャラリーとスコットランド国立美術館が共同購入した。同じくエジャートンが所蔵するディアナとカリストも2012年までに同額購入することが予定されている。2011年には聖母子と共にセールカと聖カタリナが描かれた聖会話がササビーズのオークションに出品され2011年1月28日に16900万ドルで 落札された。これは、ティチアーノの絵画についた価格としては、史上最高額となっている。2009年2月11日には、イギリス首相、ゴードン・ブラウンと、野党党首、デイビッド・キャメロンとの間で、ティチアーノの没念をめぐって、首相答弁の場で論争となっている。キャメロンが、ブラウンの一般知識の無さを洗い物にしようと、企てたことによる意地の悪い質問だった。 さらに、英語版、ウィキペディアのティツヤーの記事中の没言が、キャメロンが所属する保守党本部からの投稿によって、キャメロンの主張通りに改ざんされ、マスコミを巻き込む大騒ぎになった。後にキャメロンは謝罪し、本部のスタッフは罰を受けたと語っている。この論争は2009年1月30日にダボスで開催された世界経済フォーラムでのブラウンのコメントが発端だった。 コ村幸太郎のチ恵コショウには、キツヤーノを指して、チシアンの描いた絵が、鶴巻町へ買い物に出るのですと、キツヤーノの描く高貴な女性像と、ゴミゴミした繁華街のイメージを対比させて、取り上げられている。イギリスのロックバンド、キンクスのアルバム、マスウェル・ヒルビリーズに収録されている、二十世紀の人の歌詞に、レンブラント、ダビンチ、ゲインズ・ボロラと共に、 キツヤーノの名前が出てくる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。